仙台市立荒浜小学校は1873年から2016年まで宮城県仙台市若林区にあった公立小学校である。校舎は2011年の東日本大震災で被災死損傷。2017年5月より震災以降として公開されている。仙台市の東部に位置する田園地帯であり、東に低山堀や深沼海水浴場がある。 2011年3月11日の午後2時46分、生徒の下校時間に東北地方太平洋沖地震が発生し、荒浜地区も強い揺れに見舞われた。児童と避難してきた住民は津波に備えて4階と屋上に移動した。午後3時55分に津波が押し寄せ、4階建て校舎の2階までが濁流に飲まれた。上野木座橋に 被害はなかったが、周りは水没した。避難した人々はその日の夜から翌日にかけて、自衛隊のヘリで救出された。この東日本大震災で、地区は甚大な被害を受け、校舎も使用できなくなり、東、宮城の小学校で授業を再開した。その後も学区内のほとんどが災害危険区域に指定され、児童数の減少が続いていたことから、2016年3月を、 もって並行し、近隣の7号小学校への統合が決まった。荒浜小学校の校舎は震災以降として保存されることになり、並行の翌2017年4月30日より一般公開を行っている。2018年5月には国際連合事務総長特別代表の水鳥まみが視察に訪れた。ありがとうございます。